良き始まりへと続く黎明なのだ。このスパの方が人見れない。誰かの思念がある。これで邪魔者はいなくなったな。あいつ転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンコのやつ死んだ後もエリカを探していたんだな。ロッカーの中を調べよう。エリカが見つからなかった時のためにここに紙とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。エリカって誰なの？仲間だよ。敵王者の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。渋谷で子供の行方不明事件が頻発してるんだ。
みんなかくれんぼをしてる最中に忽然と姿を消してしまったらしい。神隠しか。汚れが原因で何かが起こっているかもな。みんな無事に帰ってくるといいんだが。なんだろこれ。寒くしなそうだ。ねえねえ、かくれんぼしよう。へへ。やった。じゃあかくれるね。ダメ。あいつが神隠しに関係していると思うのか。もしかしたら被害者かもしれない。悪くない考えだ。神隠しの正体を探ってみるか。何が出るかな。何が来たかな。お父さんは安心していいよ。一丁やるか。これは当たりか。いいの当てろよ。何が当たったんだ。何が来たかな。何が出るかな。当たりか。繰り返しお客様にご案内いたします。本線は本日正午に発生した人身事故の影響。何が当たったんだ。現在警察消防による救助活動が行われており、運転再開に申し渡っておりません。どうだろう。
番号に最終だったわ。くれんぼ、僕たちの勝ちだね。こんなに楽しかったの久しぶり。僕、陽介っていうの。また遊んでね。いや、もうジャンプにしてよ。神隠しとは関係なかったみたいだね。ただ遊んで欲しかっただけか。やれやれ。なんでしょ。
ここが